ひなわちがいソウは、なでしこかわちがいソウ属の多年草。わちがいソウを、基本種とする変種。別名、ひなわちがい、むさしあちがいソウ。小型の多年草。地下にある根は、防水状に肥大し、1から3個ある。茎は直立して、細く軟弱で、高さ5から22センチメートルになり、1から2列になる短んが生える。葉は耐性し、線形で、 長さ1.7から6センチメートル、幅2から7ミリメートルになる。傭兵はほぼない。基本種であるが違いそうは、本編種と比べると、上部の葉の幅が広く、楕円型から卵型になり、長さは幅の3倍程度であるが、本編種は、下部の葉も、上部の葉も細く、線形で、長さは幅の7から12倍ある。は4から6月。花の小は、 1> 約1センチメートル、上部の溶液から細く長い花柄を出し、耐性する。額片は5個あり、皮心型で先は尖り、長さは4.5ミ、mm、リメートルになり、背面に細かい毛が生える。花弁は白色で5個あり、強頭皮心型で、長さ5.5ミリメートル、幅1.5ミ、mm、リメートル、先端は絵頭になる。花弁が細く爪部が相対的に長いために、 花に隙間が目立つ。ズイは10個あり、薬は赤紫色になる。花柱は2個ある。わちがいと比べ、ズイが長く、花弁と同じ長さか半分の長さとなる。貝影の果実は果てとなり、種子は5から6個あり、卵形から楕円型で、長さ約2.3ミ、mm、リメートル、幅約1.8ミ、mm、リメートルになる。下部の溶液に閉鎖毛をつける。日本固有種。 本州、四国に分布し、産地の落葉紅葉樹林の林内や林園に生育する。変種名リニアラフォーリアは、線形用の直線状の葉のの意味。また、ミューザシンシスは、武蔵国のの意味。絶滅器具通類、武田武田久災は、1915年、筑波山に分布する、わちがい層属の植物について、茎上部の葉が著しく狭く。 線形になることから、それらの植物にクラシャニーニコービアヘトランサ、マキシムバリエーション、リニーアラフォーリア、タケダの学名を与え、和名を、ひなわちいそうとした。根本その後、根本漢字は、1936年に本編集の、属する俗名を、クラシャニーニコービアから、スドステロレアに移し、学名を、スドステロレアヘトランサパックスバリエーション、リニーアラフォーリア根元とした。 ヒ山マ一方、ヒ山マコさんは、1951年、東京都清瀬村産の和違ガ属の植物について、線形用を有し、茎の株は緑色で、花弁が常に、え頭であることから、独立の種として、スドステロレアミューザシンシスヒ山マの学名を与え、武蔵和違チの和名をつけた。しかし、ヒ山マは、新種記載において、ヒナ違チ草については、触れていなかった。 水島、杉本、檜山その後、本編集については、基本種と分けない考え方や品種とする考え方も、あった。しかし、檜山は、後に、武蔵八街草と、ひなわ街草が、同じものあることに気づき、檜山が1965年に出版した、武蔵野の植物では、武蔵八街草を、ひなわ街草に変更している。鈴木、 茅野茨城大学の鈴木正友とと、茅野の千歳は、筑波山産のわちがい草と葉が細葉になる植物を詳しく調査し、1986年にその調査内容を発表した。その結果は、わちがい草を基本種とし、細葉タイプを編種、ひなわちがい草として区別するのが妥当というものだった。角田なお、角田雄一は、 2017年刊行の海底審判日本の野生植物4において独立種として認める方が適当かもしれない。としている。ありがとうございます。